はい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 。気持ちいいっすね。マジで勝つってマジで気持ちいい。ほんまに6連勝。最高っすね、マジで。今日ね、試合ね、見てたんですけど、戸郷投手ね、やっぱりこう、乗り切れないとこあるじゃないですか。だけども、やっぱりね、複数得点を許さなかったっていうね、1イニングに。そこが僕ね、大きかったなっていうふうに思うし、まあ、カズマでやったりとかね、丸さんのホームランもそうだし、最後のね、若林選手のこのサヨナラだ。やっぱ初球から振れるっていう強さというかね、野性味というかね、そういったところは非常にね、良かったんじゃないかなっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対、ベイスターズのですね、試合解説の方をやっていきたいと思っております。はい、もうね、気持ちいいんすよ。もう気持ちいいです。はい。正直ね、ちょっとやばいなって、負ける展開やなっていう風なね、形だったんですよ。だけども、8回のね、丸選手のホームランね、もうどんだけ打つんて。打率1位やで、今。1位になったんよ。サンタナ抜いて1位になってんのよ。もうどんだけ打つんみたいな。素晴らしいよね。うん。で、最後の9回もね、坂本さん今日出てましたよと。で、追い込まれながらもね、進塁打はもう死に物狂いで打ちに行って、大打者がですよ。うん。で、それで、最後若林選手が決めたというところで、なんかその、なんて言うんだろうな、チーム力というかね、非常にその、感じさせてくれるようなね、ゲームだったな、というふうに思います。じゃあですね、今日の展開、構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、で、前日からの、スタメンの変更点などを見ていきまして、で、三つ目が僕が気になったところを見ていく。この3本でやらさせてください。はい、じゃあですね、まず得点シーン、この辺あたりにね、画像を出して見ていきたいな、っていうふうに思うんですけども、はい、まずね、2回裏、先頭の岡本選手がね、これホームランね、非常にうまく打ちました、チェンジアップを。まぁ、ちょっと確かに甘く入ってきたっていうところあるんだけども、非常にカズマの状態もね、上がってきたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でですね、4回表ね、次、ノーアウト1、2塁で強打選手にね、カーブをね、センター前ヒットに打たれて1点取られてしまうと。で、次の5回表もですね、2アウト1塁から佐野選手にね、フォークボールをうまく打ったよね、ボール球よね、あれ。あれと、もうあれ、天才しか打てないようなね、悪気打ちというかね、すごいボールなんですけど、まあそれをレフトへのツーベース打たれてしまって1点というところで、これ逆転されるんですよね、2対1でね、この時点で。なんですけども、8回裏ですね、これ先頭の丸選手がね、すごく相性のいいという、坂本選手ね、ピッチャーの DNA のね、坂本選手左ピッチャーなんですけど、出てきまして、左対左関係ないですよと。それでホームラン打ちますと。素晴らしいホームランです。マジでね。うん、後で、詳しく見ていきます。で、9回裏ですね、ワンアウト3塁から若林選手のね、初球を振り抜いたというところが、すごく価値があるというかね、その前の打席かな?もうのヒットも、確か1球目か2球目かそんなだったと思うんですけど、やっぱり早いカウントから振りに行けるっていうところは、すごく彼のいいところなんじゃないかなというふうに思うし、セリーグの野球ね、結構こねくり回したりとか、いろいろ配球がとかいろいろありますけども、その野性味というかね、そのいいところは絶対ね、忘れないでほしいなっていうふうに思います。じゃあですね、ちょっとね、すごく変更点があったんで、各チームというかね、ジャイアンツとベイスターズのスタメンのね、変更点などを確認していきたいと思います。この辺あたりにね、画像を出しながら、ちょっとね、見ていきたいと思うんですけども、まずジャイアンツからなんですが、結構変更点ありましてね、昨日からで言うとですね、10日ですね、7月10日から言うとですね、7月10日はですね、ファーストに大城選手が入っていたんですけども、今日は、5番にキャッチャーで大城選手が出場しております。で、この間は、キャッチャーで、出てた岸田選手は今日は出てなくて、6番には、今日はね、サードに坂本選手が入ってますと、6番にね。はい。で、ショート、この間、7番に泉口選手が入ってたんですけども、今日は8番にショート、門脇選手が入っております。で、10日ではですね、レフト、8番にレフト、若林選手だったんですけども、今日は7番というところに、入っております。7番、レフト、若林選手。
で、今日、今日じゃない、この間は、ピッチャー井上投手でしたけども、中止になった日ですね。はい、今日は戸郷投手というところで、絶対ね、戸郷投手で落とせないというところのゲームになってきてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、基本的にジャイアンツは、上位、まあ、1番から4番までぐらいはね、打順もしっかり固定できているというところ。で、今日はファーストに岡本選手が入っているというところですね。はい。で、対するベイスターズですけども、ベイスターズは、前日ね、11日に試合がありまして、結構ね、打順とかも変わってるんですよね、今日ね。実はその11日はですね、梶原選手が、センターで入ってたんですけども、今日はライトに1番で入っておりますと。で、前日2番にライト、渡来選手入ってたんですけども、今日は渡来選手が出てなくて、ライトに梶原選手が入ってます。で、今日はセンター、関根選手ね、2番に入ってますと。で、5番ですね、前日は宮崎選手、サードで入ってたんですけども、今日は宮崎選手欠場で、8番にサード井上選手が入ってますと。で、前日、6番、レフト佐野選手だったんですけども、今日は5番に、昇格しておりまして、はい、5番レフト佐野選手ですね。で、キャッチャー、前日は7番、山本選手だったんですけども、今日は6番に上がっております。で、京田選手、この間は8番ショートだったんですけども、今日は7番に上がっているというところで、ピッチャーこの間平投手で、今日はジャクソン投手というところで、ジャイアンツね、非常に、どうなのっていうところ、打ち崩せるのかというところで、まあ、戸郷投手と投げ合うというところで、あまりね、点が乱打戦になるというふうなね、予想はつきにくいというふうに思うので、まあ1点2点の勝負になるだろうなっていうふうの、いうふうなところがね、試合前の僕の予想でした。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、わかりやすく、できるだけね、面白く伝えていきたいと思いますし、配球のチャートのなんかもね、使いながら、見ていきたいなというふうに思います。はい。ですね。まず、今日の、戸郷投手なんですけど、やはりね、結構粘られてたところあるんちゃうかな、っていうふうに思ってて、1回表のね、先頭の梶原選手とかも、空振り三振取ってるんだけど、10球粘られてるんですよね。で、ピッチャーからするとですね、やっぱり初球というか、試合始まりました、って言って、1番バッターに、やっぱり10球粘られるって、やっぱきついんですよね。うん。早く1個アウト取りたいっていうところあるんだけど、今日はね、DeNA 打線で非常にね、3-2 に持っていくっていう、回数が非常に多かったんじゃないかなっていうふうに思います。うん。いい打者も多いですしね、DeNA ね、打線、すごくいい打線なんでね、怖いなっていうのは非常にありますよね。で、2回表ですね、先頭のね、牧選手をフォアボール出してしまって、で、ノーアウト1塁で佐野選手がね、セカンドゴロ。これ吉川選手ね、ナイスファインプレーですね。はい。で、ワンアウト2塁で山本選手。今ね、山本選手めっちゃ打ってるんですよ。で、好調なんですね。で、そこで、インハイのストレートから入るんですよ。インハイのストレートから入って、もう一球ストレート行ってね、セカンドフライに打ち取れたっていうところで、これはね、山本選手状態いいからね、これ絶対打たさないよっていうところが非常に現れた配球だったんじゃないかなっていうふうに思います。はい。でですね、ここですね、ちょっとアニメーション使いながら見ていきたいと。この辺にね、画像出しながら見ていきたいと思うんですけど、2回裏ね、先頭の岡本選手ホームランなんですけども、これもね、非常にうまく打ったというような打席。まずストレートで空振りしますと。で、次ストレートでファール打ちますと。で、一球カーブ来るんですね。で、2ストライクから。で、カーブをファールしますと。で、ストレートがボールになって、スライダーがボールになって、で、ピッチャーからしたら投げるボールがなくなってくるんですよね。うん、こんだけスイングかけられてて、ファールを打たれてるんで、どうしようって時に最後チェンジアップ投げたんですけど、それがちょっとね、浮いてしまったんですよね。で、多分バッテリーからの意図からするとね、チェンジアップね、今日岡本選手初めて見るわけですから、そういったところで、まあ、うまくいくかなっていうところはあったと思うんですけども、少しね、浮いてしまってね、それをスタンドインするというところで、僕、このホームラン打てた要因っていうのは、やっぱり初球からスイングを、やっぱりある程度かけていったことがね、このホームランにつながったんじゃないかなっていうふうに思いますし、この間のライト方向へのね、広島の時かな、ホームランからね、非常に状態が上がってきてるっていうのがあるので、そういったところで、うまく、これからをね、上昇気流に乗っていってほしいなというふうに思います。じゃあですね、次ですね、僕が気になったところですね、3回表ですね。3回表ね、戸郷投手が今日乗り切れないっていう話しましたけども、2アウトからね、結構ランナー出すことが多かったんですよ。1アウト、2アウトすぐパンパンって取って、2アウトからランナーを、出すことが多かった。だから三者凡退で終える回がね、まあなかなか取れなかったっていうところが波に乗り切れなかったところかなというふうに思います。
で、この回もですね、3回表もですね、まあその2アウトから梶原選手にこれ詰まりながらなんですけど、これレフトに打たれると、2ベース打たれて、で、2アウト2塁から関根選手ね、セカンドへの内野安打。で、2アウト1、3塁からオースティンファーボールというところで、2アウト満塁なんですよ。絶対絶命のピンチに迎えるんですけど、ここ、牧選手ね、サードゴロでね、初球スライダーで打ち取ったんですけど、やっぱりね、この、得点は取られなかったですけども、DeNA 打線ね、しぶといなというか、3人で終わらせてくれないなっていうのは非常にね、今日感じたんですよね。いい打線ですよね、マジで。はい。で、次ですね、4回表ですね。はい、これね、非常にその、点は取られた回なんだけど、続く回というか、続く2点目は取られないぞっていうところがすごく現れた回だと思います。これね、先頭の佐野選手、センター前ヒット、ノアで1塁から山本選手うまく打ちましたよね。これ、ライト前ヒットね。で、ノーアウト1、2塁で、京田選手にカーブをセンター前ヒット打たれて、1対1の同点になると。で、この後ですよね、8番のね、井上選手来るんですよ、ノーアウト1、2塁でね。ここで、例えばね、もう一回ヒット打たれたりとか、なんかこう、ランナーを2、3塁に進められたりとかしたら、次ピッチャージャクソンで、例えばスクイズやられたりとか、まあ、いろいろな、ね、めんどくさいことが起きるかもしれないっていうところがあったんですけど、ここで井上選手をしっかり三振取れたんですよね。で、これも、ちょっと、配球見ていきたいと思うんですけど、これね、全部フォークボールなんですよ。5球とも全部フォークボールなんですよ。うん。で、絶対打たせないっていう。で、空振り。フォークで空振り。で、フォークでボール。で、もう一丁フォークで空振り。で、もう一丁ボール。で、これ 2-2 になって、そろそろまっすぐ来るなかなっていうふうに思うときに、もう一丁フォーク行って、三振っていうところで、これね、もしかしてこれ井上選手に今日繋がれてたりしたら、今日もワンチャン負けてたかなっていうふうに思うんですけど、ここで、ここ僕結構勝負どころだと思ってて、ここでしっかりフォークボールね5球というところ投げて、何としても三振を取れたっていうところは非常に今日ね、今日のゲームを通してみたときにめちゃくちゃ大きいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、結局これワンアウト1、2塁でジャクソンがバントするんだけど、これバント失敗するんですよね。うん。で、カズマがしっかりファーストからチャージしてきて、サードをアウトにすると。で、2アウト1、2塁で梶原選手、ライトフライというところで、やっぱね、このね、ノーアウト1、2塁での井上選手を三振取ったところがめちゃくちゃ大きいと思うんですよね、ここね。はい。で、次5回表ね。これもね、点取られちゃうんですけど、これもまた2アウトからなんですよね。2アウトから、これ、牧選手、レフト前ヒットね。うん。すでに2ストライクから打たれるというところ。で、2アウト1塁で佐野選手にこれね、レフトもへの2塁で打たれるんですけど、これね、どうやって打ったんみたいな。もうこれ、クソボールなんですよ、正味。5球目のフォークなんですけど、もうなんか、パーンってこう、三塁側に走り出しそうなぐらいのボールなんですよ。うん、こうパーンって打って、三塁側に走り出しそうなぐらいボール球を打って、レフトへね、レフト線で二塁だというところで、これはね、ちょっとこう、打ったバッターがすごいなというか、これはちょっと天才だなという感じはすごくあります。はい。で、次、6回裏ですね。これね、チャンス作るも点入らないというところね。これ、丸選手がこれ、レフト前ヒットで出ますと先頭ね。二塁打ね。二塁打で出ますと。で、ノーアウト二塁で、吉川選手ね、三振。ここね、まあ、新塁打打てよとかいう風に言うかもしれないけど、これね、今日のね、DNA の山本捕手か。めちゃくちゃ配球いいよ。ほんまに頭めちゃくちゃ使ってるよ。どういうことかっていうと、今日ね、初めね、チェンジアップ多かったんよ。ジャクソンね。ジャクソンチェンジアップ多いなって思ったんですよ。チェンジアップばっかりやんけって、初めの方ね。で、ピタリと4回ぐらいからチェンジアップ投げなくなったんですよ、いきなり。で、またこれね、この6回ぐらいからまたチェンジアップ増えてきたんですよ。だから吉川選手、これ最後空振り三振したのもチェンジアップなんですけど、やはりね、チェンジアップ4回までめっちゃ投げて、4回以降、いきなりチェンジアップがなくなって、っていうところで、吉川選手も混乱してたんちゃうかなというふうに思います。おい、またチェンジアップ来たで、みたいな。さっきスライダー来てたやん、みたいな感じで、うん。で、チェンジアップで三振するというところで、これ山本捕手ね、めちゃくちゃレベル高いね。このキャッチャーっていうのはね、打てるしね。非常にいい選手ですね、マジで。で、ワンアウト二塁でヘルナンデス、これショートへの内野安打で、ワンアウト一、二塁作りますと。で、カズマがこれ初球ね、センターフライ打つんだけども、これもね、悪くない。全然悪くない。これね、まっすぐ、一球目のスライダーを打つんだけど、これ完璧狙ってるよね。うん。スライダーをね。変化球狙ってて打ったんで、これはちょっとミスショットですけども、これもね、カズマこれどんどんこっから上がってくるよ。こういう打席があったら。うん。で、2アウト1塁で、まあ、大城さんがね、ショートフライを打ち取られて、まあ、この回点入らないんですけど、やっぱりこれはね、山本選手の配球の上手さっていうのがマジで出てます。マジで出てる。うん。僕もね、騙された。おー、どうせスライダー来るやろって思ってたら、チェンジアップ来るんで、これはね、
してやられたりっていうところですよね。で、7回もでね、このプレーも大きかったですね。これ、中川さん出てきて、2アウト、ポポンって取って、オースティン来て、右バッターどうやって抑えるっていうところだと思うんですよ。左で抑えてね。で、ここサードライナー来たんですけど、強烈なサードライナー来たんですけど、これ、坂本選手ね、超スーパーファインプレー。これね、二塁で取られてたらね、マジでこれね、今日負けてたかもしれない。だけど、これね、坂本選手今日ヒット打ってないけど、このファインプレーっていうのは、これヒット1本分以上ね、価値あると思うんで、非常に素晴らしい守備だったなっていうふうに思います。で、大きかったのはですね、これね、8回表ね、船和さんで選手出てきたんですよ、ピッチャーね。ここあのね、牧、佐野、山本っていうね、ここめちゃくちゃいい打線というかね、いいバッターたちを、しっかり三者凡退に取れたっていうのはマジででかかったですね。今日の試合振り返る上で。マジででかい。船場様、マジでいいよ。便利屋。最強っすね。で、これ、8回裏ですね。これ、丸さんのホームランなんですけど、まあなんかその坂本選手、DNA の坂本選手、投手ね、左ピッチャーなんですけど、立命館大学な、僕同じリーグなんですけど、まあ、まあそんなことどうでもいいんですけど、丸さんと、この、坂本投手の相性っていうのがめちゃくちゃいいんですよ。丸さんめちゃくちゃ打ってるんですよ。坂本投手をね。で、多分、左が続くから、多分、坂本投手を出してきたっていうのもあると思うんですけど、この今日のというか、今の丸さんに左右関係ないね。ほんまに関係ない。うん、これもね、ちょっとチャート見ていきたいと思うんですけど、これも結局カットボールストライクで取って、で、チェンジアップボールになって、じゃあ何で取りに行くって、ツーボールワンストライクになって、何取りに行く、もう一度カット行くの、ストレート行くのっていうところで、ストレート行ったんですけど、これをね、もう一振りで決めるというところで、これね、えぐいよ。えぐい。普通に。まあ、相性っていうところもあるかもしれないけど、まあ、やはり、まあ、チェンジアップ2球ボールになってしまったっていうところが、これ坂本選手が打たれたね、要因というかね、原因だと思うし、まあ、それをね、そうとは言っても、そのまっすぐ一発で仕留められるっていうところの、この丸選手のこの状態の良さっていうのは、素晴らしいと思うし、これね、これほんまに丸さんが一番に入ってるっていうのはマジででかいなっていうふうに思います。で、最後、まあその9回表ですね、大勢が出てきて、強打柴田、ピンチヒッターの戸柱を三者凡退と、これも良かったね。しっかり抑えてね、うん。で、9回裏ですよね。京山投手出てきまして、先頭大城さんがね、これ、レフトへのツーベースね、これでかいよね。これめちゃくちゃでかいよね。僕、これで、あ、これさよならあるで、と思ったんでね。うん。で、ノーアウト2塁で坂本選手ね、ここで、ファンの方みんな思ったはず、坂本打ってくれって、お前にはこういうところがね、よく回ってくると。で、これ頼むぞって、僕も神頼みというか、もう頼む、坂本さん打ってくれって、頑張ってくれって思ったんだけど、まあ結果、セカンドゴロね、まあ追い込まれながら、もう完璧にね、自分の打撃スタイルを変えて、もう、鬼セカンドゴロ打ちに行ったみたいな、もう逆方向確実に打ちに行ったみたいなゴロなんで、これはね、坂本選手ぐらいの大打者でも、そうやってね、打撃のスタイルを変えると、チームのために、勝つために、そういう犠牲にするというところで、ちょっとね、僕は、感動しました、正直。ヒットは打ってないんだけど、ここのね、重要な場面で、自分が決めたいとか、いろんな思いあると思うんですけど、これをね、押し殺して、やっぱりこれ、セカンドゴロ打ちに行ったっていう、この姿勢っていうのは、マジで評価されるべきだな、っていうふうに思います。で、最後、ワンアウト三塁から若林選手のね、これ、レフト前ヒット、これね、若林選手、ヒーローインタビューでも言ってましたけども、やっぱりね、これね、坂本選手の進塁だっていうところがめちゃくちゃ大きいと思うんですよね。うん。で、その先ほども言いましたけども、初球のスプリットというボールをですね、まあ、野手がね、前に来てるとはいえですね、しっかり振りに行けたっていうところは、このね、若林選手の最大の特徴だと思うし、これね、マジでね、6連勝、気持ちいいっすね。ってな感じでですね、今日ね、試合振り返ってきましたけども、やっぱりですね、もう一回まとめるとですね、今日ジャイアンツが勝てた要因っていうのはですね、1イニングに複数得点を取られなかった。最少失点の1点で、しっかり抑えられたっていうところは非常に大きかったと思います。で、やっぱり今日 DeNA の打線ですね、なかなか三者凡退で終わらせてくれないなっていう、ツーアウトからでもランナー出してくるなっていう風なね、非常にね、ちょっとね、勝ったんだけど、嫌なね、印象というか、ああ、やるなって、やっぱり打線いいなっていう風に思わしてくるようなね、攻撃をしてきたんで、
まあ、明日以降ね、まだ試合続きますけども、ジャイアンツ今日勝ったんだけども、DeNA に対して、ああ、やっぱり強いなというか、いいチームだなっていう印象は多分あると思うので、明日以降もね、なんか勝ったから浮かれてたらね、絶対足元救われると思うので、しっかりそこはね、地に足をつけて、明日もね、勝てるように頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。